皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。本日は管理栄養士がリアルにですね、毎日食べているおすすめの食材ベスト3を紹介したいと思います。管理栄養士をやらせていただいておりますので、一応栄養のプロというところで、栄養のプロが自分にいいと思って毎日食べるようにしている食材ベスト3という形で紹介させていただきたいなと思います。おすすめの理由としては、栄養面はもちろんなんですけれども、栄養面だけでなく手軽さと毎日取り入れやすいっていうところもおすすめの理由として選ばせていただきました。おすすめの食材だよと言っても、いつもスーパーで売ってないとか高価で買いにくいみたいな食材おすすめされてもですね、皆さんの参考にならないと思ったので、そういうところも加味して3つ選びました。これは本当に私が毎日食べている食材になります。で、まず第3位、バナナです。まあ、運動されてる方とかでしたら、バナナいいよっていう話はよく聞くと思いますし、糖質エネルギーの摂取として取り入れてる方も多いんじゃないかなと思います。まあ、バナナはもう果物の中でも食物繊維だったりだとか、すぐエネルギーに変わる糖質が豊富に含まれています。で、なおかつ腹持ちが良くてエネルギーになるにもかかわらず、意外と低カロリーっていうところ、1本食べるとだいたい86キロカロリーぐらいのエネルギー量になります。ご飯茶碗いっぱい食べたとして、それの約半分、6枚切りの食パンの約半分ぐらいのエネルギー量になります。なので、ダイエット中の方とか減量されてる方、体重の調整されてる方とかも手軽なエネルギー源として活用いただける食材じゃないかなと思います。それだけではなくてですね、睡眠の質を高めるホルモンの材料となるドリプトファンっていうアミノ酸も豊富に含んでいますので、トレーニングした後に食べていただいたりだとかすると、しっかり体を休めることができて、体の回復につながる、で翌日のパフォーマンスに生きてくるっていうようなところも重要な栄養素になりますし、ビタミン B6 を豊富に含んでいるところもおすすめのポイントです。ビタミン B6 っていうのは、タンパク質の代謝を助ける働きをしてくれるビタミンなんですけれども、基本的にはお肉とかお魚とかに含まれているビタミンになります。もちろん果物にも含まれているんですけれども、果物界の中でもトップと言っても過言ではない量のビタミン B6 を配合しています。バナナ1本食べるとだいたい 0.34mg のビタミン B6 を取ることができるんですけれども、これどれぐらいなのかと言いますと、ささみ肉を 50g 分ぐらい食べた量とほぼ同じ量のビタミン B6 を取ることができます。なので、私はよく運動後のプロテインを飲むときにバナナも一緒に食べるのをおすすめしてるんですけれども、その理由としては、タンパク質と相性のいいビタミン B6 をしっかり含んでいるので、タンパク質の代謝を助けてくれるっていうところと、体の回復をさせるときにバナナの糖質がいい役割を果たしてくれるので、その組み合わせをとってもおすすめしてます。バナナのいいところたくさんお話ししてるんですけども、実は私最近までバナナがすごい苦手でした。栄養価に優れている果物だっていうことはもうよく理解した上で嫌いだったんですけど、日々の練習だったりだとか手軽にエネルギーを補給するっていう時に、バナナの手軽さと優秀さに気づいて食べれるようになりたいなと思って、最初はいろいろ食べ方を工夫して取るようにしてました。私はバナナの食感が苦手だったので、ミキサーにかけてスムージーみたいにして飲んでたんですけど、だんだんそれに慣れてきて、今はそのままの形状で食べれるようになったっていう感じです。おすすめの食材第2位はヨーグルトになります。この中でも私が毎日食べているのは、無脂肪の無糖のプレーンヨーグルトを毎日食べてます。なんでこれを食べているのかというと、長年花粉症に悩んでいまして、ヨーグルトに含まれている乳酸菌が腸内フローラを整えて腸の免疫を活発にしてくれることで花粉症の症状を和らげるという情報を得てから毎日食べるようにしています。ヨーグルトの栄養価として一番重要なのは乳酸菌なんですけども、腸内のフローラを整えて腸管免疫っていうんですけれども、腸での免疫機能を活発にしてくれることがとても重要な働きの一つとしてあります。あとはお腹の調子を整えてお通じを良くしてくれるっていうところも乳酸菌の働きの魅力になります。乳酸菌の他にも骨の材料となるカルシウムだったりだとか、牛乳由来の食材なのでタンパク質も豊富に含んでいます。プロテインの開発とかプロテインを売ることに関わってたりするので、普段プロテインだったりタンパク質質多い食事を取ることが多いんですけれど
ども、タンパク質の多い食事をしていると腸内環境って意外と荒れがちだったりするので、腸内環境を整えるっていう意味でも乳酸菌の力を借りるためにヨーグルト毎日食べるようにしています。毎日食べるようになってから体の調子もいいなと自分では感じますし、花粉症の症状も少し和らいだかなっていう感じも得てるので、何年も毎日食べるっていう生活を続けています。おすすめの食材第1位は納豆です。やっぱり納豆の力はすごいなっていうのを栄養を学んだ今でも感じてます。いい働きをしてくれる栄養素がたくさん含まれているのはもちろんなんですけども、手軽に良質な栄養をしっかり摂ることができるっていうところが私が1位に選んだ理由になっています。納豆というのは大豆製品なので大豆由来の栄養がしっかり含まれています。まず記憶力とか集中力を高める働きをサポートしてくれる、大豆レシチンという成分を含んでいたりだとか、大豆由来の植物性のタンパク質をしっかり摂ることができるのも魅力になってます。だいたい1パック食べるとタンパク質が 7g から 8g ぐらい摂ることができます。牛肩ロースの約 40g 分ぐらいに相当するようになります。かつですね、ビタミン K というビタミンも豊富に含んでいまして、メインの働きは血液の凝固を助けてくれるって働きがあるんですけども、もう一つ重要な働きとして骨を丈夫に保つために有効な働きをしてくれます。やっぱり私もそうなんですけれども、重たいものを持ったりしてると骨に負担もかかりますので、骨の怪我ってとても治るのに時間がかかるっていうのがあるので、骨を丈夫にするための栄養素っていうのはしっかり意識して摂りたいなと思っています。あと他にも鉄分もしっかり含まれています。1パック食べると鉄分が約 1.5mg ぐらい摂ることができます。牛レバー 40g 相当になります。女性の方は鉄分の摂取って意識されてる方も多いと思うので、納豆を毎日1パック加えていただくだけでも 1.5mg の鉄分を摂ることができますので、貧血とかお悩みの方ぜひ取り入れていただきたいなと思います。他にも食物繊維も実は豊富に含んでいるので、お腹の調子を整える働きもになっています。そんなところが納豆を第1位に選んだ理由として挙げさせていただきました。実際私はどういう風に食べているのかと言いますと、朝ごはんに全部食べてるんですけど、納豆かけご飯とヨーグルトにバナナを入れて食べてます。このメニューを多分朝ごはんに食べるっていうのを2年半ぐらい続けてます。目に見えた効果があるわけではないんですけど、怪我もしてませんし、風邪をひいたりだとかそういったこともないので、自分には合ってるなと思って続けている食生活になります。皆さんにもおすすめの食材とか毎日これ食べてるよっていうものがあったら、ぜひ教えていただけると嬉しいなと思います。では本日は管理栄養士の私がリアルに毎日食べている食材ベスト3をご紹介させていただきました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。